はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市周辺にあるスキー場紹介動画のパート1です。皆さん、北海道のスキー場行ったことがありますか？行ったことがある人でも札幌周辺やニセコ方面しか行ったことがない人も多いんじゃないかなと思います。北海道旭川市周辺には素晴らしいスキー場がたくさんあるんですよ。北海道旭川市内からアクセスが良い9カ所のスキー場につきまして2回に分けて紹介します。旭川方面のスキー場に行ってみたいなと思った際の参考になればと思っております。 4K 映像かつ20原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。最初に北海道旭川市までのアクセスについて紹介したいと思います。東京羽田空港から北海道の真ん中旭川空港までの距離が約927キロ、飛行時間が約1時間50分です。北海道の地図をお示ししております。北海道外から北海道のスキー場に行く場合はほとんどの人は新千歳空港を利用すると思います。ちなみに新千歳空港からの距離はニセコまでが約108キロ、そして旭川市までが約153キロ、富良野市までが約127キロの距離があります。そして北海道の真ん中旭川空港からの距離は JR 旭川駅まで約16キロ、 JR 富良野駅まで約45キロの距離があります。旭川空港は冬の欠航率が 1% 以下ですので、雪での欠航のリスクが非常に低いのがストロングポイントではないでしょうか。北海道旭川市周辺にあるおすすめスキー場9カ所の位置を数字でお示ししております。今回パート1の動画では1番から4番までのスキー場につきまして紹介したいと思います。これらのスキー場は過去に詳しく YouTube で紹介しておりますので、行きたいスキー場があった時には概要欄にリンクを貼っておきますので視聴いただければと思います。最初に紹介するスキー場は1番でお示ししております北海道を代表するスキー場の富良野スキー場です。各スキー場の評価を気ままな親父さん独自にレーダーチャートで点数化しております。私個人の評価ですのでこれは違うだろうと怒られてしまうかもしれませんが、参考程度に見ていただければと思います。富良野スキー場の強みは気温が低く、道北の中では積雪量も豊富です。コース数も28コースありますので、初心者から上級者まで満足できると思います。そしてロープウェイ、ゴンドラ、クワッドリフトがある点もストロングポイントだと思います。またコース外のエリアもたくさんあり、パウダーが好きな方にもおすすめだと思います。営業は11月下旬から5月上旬までのロングシーズン滑ることができるんです。富良野スキー場には様々なレストランやレンタル、外国語対応レッスンなど充実していると思います。ただ旭川駅や旭川空港から少し遠い点とリフト料金が高い点、混んでる点はデメリットだと思います。富良野スキー場がおすすめな方は資金面で余裕がある方で、北海道を代表する有名なスキー場で様々なコースを楽しみたい、そしてアフタースキーも楽しみたい方におすすめだと思います。富良野スキー場までの距離は JR 旭川駅から約60キロ、車で約1時間20分、そして旭川空港から約47キロ、車で50分ぐらいです。そして JR 富良野駅からの距離は北の峰ゾーンまで約4キロ、富良野ゾーンまで約6キロです。富良野スキー場のコースマップです。富良野ゾーンと北の峰ゾーンに分かれています。富良野ゾーンの営業期間は11月下旬から5月上旬くらいです。富良野ゾーンには富良野ロープウェイやクワッドリフトなどがあり、初心者から上級者まで楽しめるコースがたくさんあります。こちらは E2 コースで最大湿度31度の中級コースです。このコースは標高が高いので軽い雪を滑ることができると思います。こちらのコースは E1 コースで最大湿度25度の上級コースです。かなり急なコースですが、コースサイドには未設のエリアもあり、面白いコースだと思います。私が滑った時は富良野にしては気温が高く素晴らしいコンディションではなかったんですが、気温が低い時にこの辺りを滑ると最高だと思います。赤色の枠の数字が書いてある場所はスキー場管理区域外アクセスポイントというバックカントリーができる入り口です。こちらの写真の場所がスキー場管理区域外アクセスポイントです。今回はバックカントリーの様子を紹介しておりませんが、写っているスノーボーダーのようにここの場所からトラバスします。こちらのコースは
C1 コースで最大斜度19度の初級コースです。このコースの前半は初級者には少し急な場所があると思いますが、コース幅が広く滑りやすいと思います。このコースからは新富良野プリンスホテルに行くことができますので便利だと思います。続きまして富良野スキー場北の峰ゾーンのコースマップです。北の峰ゾーンにはゴンドラやクワッドリフトがあります。ゴンドラの乗車は中級以上の方でないと滑るのが難しいと思います。こちらのコースは H1 コースで最大斜度25度の中級コースです。富良野スキー場の公式ウェブサイトでは富良野ゾーンのコースとして紹介しておりますが、北の峰ゾーンがオープンしている期間しか滑ることができないコースのため、この動画では北の峰ゾーンのコースとして紹介しております。こちらのコースは K1 コースで最大斜度29度の中級コースです。このコースはゴンドラを降りたら基本このコースから滑りますが、初級者には難しいコースだと思います。ただここから富良野市内並びに十勝岳連峰の山々を見ながら滑ると最高ですよ。富良野スキー場には F6 コースの横にキッカーが2箇所あります。富良野スキー場で滑った後に温泉に入ろうと思ったら新富良野プリンスホテルに温泉があります。ただ私は十勝岳温泉凌雲閣をおすすめしたいと思います。こちらの温泉は茶褐色の独特な色の温泉です。そして露天風呂からの景色が最高なんですよね。標高1280メートル、北海道で一番高い場所にある温泉のため、綺麗な雪を見ながら温泉に入ることができるんです。次に紹介するスキー場は標津市にあります2番の日向スキー場です。日向スキー場の強みは天然雪のみで、11月下旬から営業し、気温が低いエリアのため雪質も素晴らしいです。そしてリフト1日券がなんと1900円なんですよ。これでナイターまで滑れちゃうんです。ただ初級コースが合宿などで混んでいる場合がありますし、駐車場が狭いんですよね。それ以外に食事をする場所が少ない点や旭川から遠い点はデメリットかもしれません。北海道標津市にあります日向スキー場までの距離は JR 旭川から約70キロ車で1時間30分、そして旭川空港から約78キロ車で1時間半くらいかかると思います。ちなみに標津市や名寄市からの距離はご覧の通りです。日帰りでなければ標津市内や名寄市内に宿泊すると近いと思います。日向スキー場のコースマップです。コースは5コースあり、リフトはペアリフトとシングルリフトがあります。上級コースなどは圧雪してないコースもあり、パウダー好きの方にも楽しめると思います。こちらのコースは2番のファミリーコースです。最大斜度18度の初中級コースです。このコースは圧雪も綺麗ですごく滑りやすいコースだと思います。このコースでは思いっきりカービングターンを楽しんでほしいですね。こちらのコースは5番のダイナミックコースで最大斜度36度の上級コースです。私は滑りながら撮影しようとしましたが、かなり難易度が高かったので斜面の途中からスノーボーダーの滑りを撮影しました。このコースは急斜面で軽いパウダーを楽しめますので、おすすめのコースです。日向スキー場で滑った後に温泉に入ろうと思ったら、スキー場横にあります日向温泉もおすすめですが、私はスキー場から15キロの標津市内にありますホテル美しの湯温泉をおすすめしたいと思います。こちらは朝6時から深夜1時まで営業していまして、露天風呂もあります。ぜひ日向スキー場で滑った帰りに寄ってほしいと思います。次に紹介するスキー場は上川町にあります3番の大雪山黒岳スキー場です。黒岳スキー場の強みは天然雪のみのスキー場で、日本一早くオープンすることが多いです。ベースの標高が1320メートルと高いため、気温が低く雪質も素晴らしいため、初滑りからパウダーを楽しむことができるんです。そして近くにあります早雲峡温泉でゆっくり温泉に入ることができるんです。またシーズン初めてほとんどスキー場がオープンしていない時期でも空いている点は良いと思います。ただ旭川市内から約66キロ車で1
1時間半くらいかかるため遠いです。また緩斜面が多くて上級者には少し物足りないコースかもしれないです。スノーボードのレンタルがない点も残念ですね。また強風でクローズする日がありますので、その場合は近くで滑れるスキー場がない点もデメリットかもしれません。大雪山黒岳スキー場におすすめの方は、初滑り期間と3月以降にパウダースノーを楽しみたい方、雪質が良くてかつ空いているスキー場が好きで温泉にも入りたい方にはおすすめだと思います。上川町にあります大雪山黒岳スキー場までの距離は JR 旭川駅から約66キロ、車で約1時間20分、そして旭川空港から約72キロ、車で1時間30分ぐらいかかります。また最寄り駅の JR 上川駅からの距離が約35キロ、車で40分くらいだと思います。大雪山黒岳スキー場がある場所は層雲峡温泉街にありますので、宿泊や日帰り入浴ができます。こちらは大雪山黒岳スキー場のコースマップです。リストはペアリストのみで、コースは4コースあり、初級から中級コースがあります。それ以外に自己責任ですが、リフトの左側の家をバックカントリーで滑ることもできます。また黒岳山頂まで登って滑る方も多いです。こちらのコースは非圧雪ゾーンです。この映像は11月後半ですが、雪が軽くて雪の抵抗が全くない、本当に滑りやすい雪だと思います。こちらのコースは4番の初級コースのリフトしたコースです。コース幅が狭く緩斜面のため、あまりターンを楽しめるコースではないと思います。こちらはリフトを降りた左側のエリアで、コースではありませんが自己責任でバックカントリーを楽しむことができるエリアです。11月後半で積雪100センチほど積もっておりますので、パウダー好きにも楽しめると思います。こちらのコースは1番のスラロームコースです。このコースは最大斜度25度の中級コースです。このコースはかなり急斜面で、カービングターンで滑ると気持ちよく滑れるコースだと思います。こちらのコースは3番の初級コースの林間コースです。このコースはコース幅が狭いですが、4番のリフトしたコースよりは少し斜度がありますので、自分はスラロームコースの後林間コースを滑ることが多いです。大雪山黒岳スキー場がある層雲峡温泉街には数軒のホテルや旅館があります。日帰り入浴ができる施設が何か所かありますが、気ままな親父さんがおすすめする温泉はホテル大雪です。こちらの露天風呂から黒岳を見ることができるんですよ。宿泊者がチェックインする15時までは特に空いておりまして、おすすめだと思います。最後に紹介するスキー場は4番の東川町にありますキャモアスキービレッジです。キャモアスキービレッジの強みはアクセスが良いことです。 JR 旭川駅からの距離が約16キロ、旭川空港からの距離が約13キロと非常に近いです。旭川周辺のスキー場で富良野スキー場以外では唯一クワッドリフトがあるんです。またナイターリフト券が500円などリフト券が安いんです。大雪山旭岳が強風でクローズした場合の代替スキー場にもなります。反対に弱みを上げるとしたら、標高が低いためあまり雪質が良くないと思います。またゲレンデ規模が小さいため地元民以外の人気がないです。キャモアスキービレッジは旭川空港が近いので、飛行機に乗る前に最後に滑っていただくことと、ナイター500円を利用して思う存分滑りたい方におすすめできると思います。東川町にありますキャンモアスキービレッジまでの距離は JR 旭川から約16キロ、車で約30分、そして旭川空港から約13キロ車で20分ぐらいで行けますので、非常にアクセスが良いスキー場だと思います。こちらはキャンモアスキービレッジのコースマップです。リフトはクワッドリフトとペアリフトです。コースは初級から上級まで6コースあります。そして一部のコースはナイター営業をしております。こちらのコースは5番のマーモットコースです。このコースは最大斜度17度の中級コースです。このコースは
コース幅も広く空いているため滑りやすいコースだと思います。この辺りから6番のメイプルコースと合流しますので混んでいるかもしれません。こちらのコースは1番のロッキーコースです。このコースは最大斜度18度の初級コースです。このコースは前半は少し急な場所がありますが、それ以外は緩斜面で滑りやすいと思います。このコースの滑走距離が 1570m あり、滑り応えがあると思います。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道旭川市周辺のおすすめスキー場のパート1でした。パート1の動画では北海道旭川市周辺のスキー場9カ所のうち4カ所のスキー場について紹介させていただきました。どのスキー場もそれぞれ特徴があって素晴らしいスキー場ではなかったかなと思います。一度北海道でスキー、スノーボードがしたいと思った際には旭川空港から滑りに来てほしいと思っております。今後作成予定のパート2の動画では残りの5カ所のスキー場につきまして紹介したいと思っております。スキー、スノーボードを楽しんだ後、旭川の美味しいグルメを楽しんでいただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これとか二重言語の字幕を選択して外国人に見てほしいな。